小さな子供やお年寄りを抱えた皆さん、火災への備えについてこんな心配事を持っていませんか？万が一火災が発生した時に自力で避難できるかが心配。大切な家財道具を守るために何か対策を取っておきたい。家にスプリンクラーを導入したいが値段が高すぎて手が出ない。今回はそんな不安を解消してくれるアイテムとして、これまでの常識を覆す家庭用のスプリンクラー、その新製品を取材しました。この水道直結型のスプリンクラーとは、火災が起きて報知器が作動すると無線で信号が送られ、水道からスプリンクラーへと水が流れ込み、一般の家庭であれば20秒以内に家の隅々にまで水が行き渡り、火が出た部分にだけ散水が始まって初期消火するというものです。これによって避難経路を確保し、大切な家財道具を火から守るというものですが、一体このシステムのどのあたりが画期的だというのでしょうか。従来のスプリンクラーは水を溜めておくタンクと水を吸い上げるポンプを備えた大掛かりなもので、値段も数百万円から1000万円以上と高額でした。また水を送る缶に常時水が充填されているため、缶が劣化したり寒い土地では凍結したりと様々なリスクが伴っていました。一方でこれらの欠点を解消する3つの特徴を備えたのが、今回取材した水道直結型のスプリンクラーです。まず最大の特徴は水道直結型であること。スプリンクラーの水をタンクから取るのではなく、水道から取ることでタンクとポンプの大型設備が必要なくなり、大幅なコストダウンができたそうです。水道連結型スプリンクラー、その最大の特徴がこちら、三方弁と呼ばれる設備です。これはですね、どういう働きをするかといいますと、普段水道がですね、こう流れてきたら生活用水として右側に流れ込んでいっているそうです。お風呂とかキッチンとか通常の生活用水は全部右に流れ込んでいっているものが、一度火災を感知するとこの三方弁によって水道生活用水が遮断されて、全部スプリンクラーの方に、左側の方に向けられていくそうです。そうすることによりまして、スプリンクラーに十分な水量が確保される、そういう仕組みなんだそうです。しかも平時は配管に水が入っていないため腐食することがなく、缶が長持ちします。一方で火災の時には感知器が作動してから20秒以内には家の隅々にまで水が充填されるようになっているそうです。2番目の特徴は非常電源を備えていること。火災が起きますと家が停電を起こしてしまったり、あるいは電力会社の方が延焼を防ぐために電力自体をカットする、切ってしまうことがよくあるそうなんですが、そういう時でもこのスプリンクラーがしっかり作動するように、こちらご覧ください。今回の設備にはこちら非常電源のバッテリーがちゃんと搭載されていて、そういう非常時でもしっかりと作動するように対策されている、こちらも大きな特徴の一つなんだそうです。3つ目の特徴はスプリンクラーの誤作動で部屋がずぶ濡れになってしまう心配への対策です。スプリンクラーといいますと、誤作動を起こして火事でもないのに部屋の中が水浸しになってしまうんではないかというですね、心配をつい私たちしてしまうものなんですが、今回の設備ではそこもしっかり対策が取られているそうです。それがこちらスプリンクラーヘッドにあるそうで、このヘッドをですね、ちょっと借りてきました。このスプリンクラーヘッドのですね、この部分には実はバネが仕込まれていまして、そのバネがハンダで止められているそうです。そのハンダがですね、室温が72度になった時に初めて溶けて、このバネが弾け飛んで散水される、そして部屋の火が消火されるというものなんだそうでですね、普段私たちが日常で生活している中では室温が72度まで上がることはほぼありませんので、誤って部屋が水浸しになってしまうということがないんだそうです。またその他の特徴としては、バケツリレー用の非常散水栓も用意されていて、スプリンクラーのために生活用水が遮断された時でも水が確保できるというのも、実際の現場の声から取り入れられた機能だそうです。もしかしたら、この辺燃えてるだけでバケツかなんかで消せる場合もあるし、ぼやで終わる場合もある、配管の途中から分岐して、これが非常用散水栓と、1箇所だけ、はい、ここだけは遮断しても出ました。赤の文字で使用散水栓と貼れば、火事を出しちゃいけないねという一つの啓蒙にもなるかなと。
はい、いう話をね、常時火災注意っていうことを、どうもそうです、歌うあれにもなるかな、啓蒙にもなるかなということで、こういうのもつけましょうと。このように画期的な特徴を持つスプリンクラーシステムですが、なんとその価格はこれまでの数十分の1と言ってもよい、およそ60万円程度なんだそうです。これには驚きました。日本におけるスプリンクラーの普及の歴史をたどってみると、平成18年1月、長崎県大村市のグループホームでお年寄り7人が命を落とす火災が発生しました。このグループホームにはスプリンクラーが設置されていなかったことが被害が拡大した一つの要因と言われています。こちらの映像はスプリンクラーの有無による炎症の広がりを見る比較実験です。右がスプリンクラーのない部屋、左がある部屋の様子です。現在では介護施設やグループホームなどの特定施設に対しては法律でスプリンクラーの設置が義務付けられています。そんな中、最近では在宅介護のお年寄りを抱える一般の家庭などでもスプリンクラーをつけたいというニーズが高まっているようです。今回の家庭用の水道直結型スプリンクラーシステムを開発したのは株式会社水防協という福岡市に本社を置く防災メーカーです。もともと水道機器メーカーの社員だった吉崎社長が、水道工事のノウハウを生かし豊富な水の量を確保できるスプリンクラーの開発に成功したものです。実はこの水道直結型のスプリンクラーシステムはグループホームなど特定施設においては全国で150カ所以上の設置の実績があるそうです。しかもこのグループホームのタイプでは消防の認定規格である NS マークも取得しているそうです。そのスプリンクラーシステムを家庭用に小型化したのが今回の商品なんだそうです。生命と財産を守る、これがもう基本理念でありまして、このシステムによって、火事をなくすというぐらいの思いで、というか今後の例をやっていきたいと思っています。水道直結型スプリンクラーシステム、ご興味がある方はこちらまで。